バタするなよ、あんまり。あんましてねえだろうがよ。何を言ってんだ、いきなりさ。すいません、ね、いや、突然なんだけどさ、もみやまくんって売れたらどうなりたいみたいなのあんの？モテたいね。単純やな、男ってな、やっぱ聞いたのにそんなこと言う。いや、そうだけどさ、まあでもさ、モテたいよさ、次から次へとやっぱ特会引っかえみたいな、やめろ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 、そういうとこあるよね。やめとけお前。何が、あの今の時代な、写真とか撮られて、どこをどう切り取られて炎上するか分かんないんだから、まあ発言とか気をつけろよ。炎上って何？嘘だろお前。嘘だろお前、炎上知らねえよ。知らない知らない。いや、炎上っていうのは、その SNS とかでいろんな人から非難されて集中つかなくなること言うんだよ、知ってんだろ。分かんなかったわ。なんでだよ。ありがとう教えてくれて。 SNS で炎上してるのとか見たことないの？ないよ、 SNS やってないんだから。そうだったわ、こいつ一個もやってないっすわ。でもさ、考えてみて、本当は炎上ってものがないから俺が知らないってパターンない？あるんだよ。何が？不倫して炎上してる人いいんだろ。不倫って炎上になるの？するわ。そんなこと、代表的なセットでしょうが。てか、なんで不倫知ってて炎上知らねえんだよ。あ、いやでもさ、おかしくない？不倫に首突っ込む人って頭おかしいじゃん。だってなんかドロドロして嫌な感じするし、それに突っ込んでる人っているの本当に？いや、まあまあまあそうだけど、その一定数な、その炎上させたがる人がいるわけだよ。この電気代が値上がってる時代にスマホの充電わざわざ使ってそんなことすることかね。え、でもそいつらってよくわかんないよ、本当にいるかね。わかんないけど、多分マックとかカフェとかの充電器コーナーで電気盗みながらやってんだろうな。人聞き悪いな。で、盗みながらやっててさ、なんかそのでどんどん値上がっていくじゃん今電気代。まあまあまあ、実際そういうコーナーってなくなってるじゃないですか ね、まあ、そうね、少なくなってるじゃん、うん、で、なんかこの草暑いのにさ、そういうコーナーをさ探し求めて歩き回るわけよ、うん、で歩き回って最終的に暑いから熱中症でぶっ倒れるじゃん。バカなのかそいつ。でぶっ倒れてさ、気づいたら病院なんだよね。はあ。でパッて横見たらさ、うん、おじいさんがベッドで寝てて、なんか医療機器とコンセントつながってるから、うん、一回そのコンセント抜くじゃないですか。やばい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 、何してんのそいつ。抜いて自分のコード挿して充電して批判するやつ、そんなやばいやついないから。ないよ。いるんだよ。何が？おじいさんのコンセント抜く人って。そこじゃねえんだよ。どういうこと？そこじゃねえんだよ。いや、そのな、電気代上がってんのに避難するやつはいる。 お店で充電するやつもいる。暑い中コンセント探すやつもいる。けど、おじいちゃん犠牲にしてまでスマホの充電するやついねえんだよ。そういうもんなのかな。そうだよ。あ、そうなんだ。でも一定数いるってあなた言ってましたよね。まあ言ったよ。一人でもいいから連れてきて。は？そしたら信じてあげるよ。無理だよ。なんでですか？そいつら陰で言ってるだけで表出てこねえから。どういうこと？だ、匿名で言ってるから誰が言ってんのか分かんないし、そもそもだから連れてこれないの、分かんないから。あなたさ、今そういう人って本当にいないからさ、嘘ついてない？なわけねえだろ。やめない、嘘つく。なんでここで嘘つかなきゃいけないんだよ。やめた方がいいって。いや、お前もな、そういう発言やめな。どういうこと？あの芸人さんだってね、今炎上するんだから。なんで芸人が炎上すんの？いや、だからそのこっちはネタで言ってるつもりでも、聞いてる側からしたらその不快に思うつって炎上することあるんだよ。いやいや、でもおかしいじゃん、ネタって面白いものじゃん。不快に思うものじゃないから変だよ。いや、そのネタで言っててその偏見的なやつがね、嫌だっつって炎上することあるの。いや、その大きくそれてたら、そのうわこいつバカだなって済むけど、そのちょっと当たってるライン行くから炎上しちゃうんだよ。いや、でもさ、芸人をそれで批判するわけだろ。でも批判されても芸人って結果的に笑いにそれを変えられるから、無駄なことしないこいつって。いや、でもそれでもさ、炎上してる人いるわけだから。いやでもさ、それって結果的にその人はネタを提供してるわけじゃん、ネタ提供されてそいつってどうせ喜んでるわけでしょ。あんま喜ぶやついないと思うよ。いや、だってメリットがないじゃん、喜ばないと。で、提供して採用されたからさ、あ、俺って面白いんだって多分そいつら勘違いしてんだよな、全員。はがき職人のメンタルなの、うん、で勘違いして NC 通うんだよ。なんでだよ。で、そんなやつ NC なんで行く自信持つんだよ。自信あったけど結果的にダメで、今までの自信とか自尊心がぶっ壊れてさ、これダメだって叫んで廊下でぶっ倒れるんだよな。サボロじゃねえかこいつ。気絶してさ、で目覚ます病院で、あれパッと横見たらおじいさんが寝ててさ、医療機器とコンセント繋がってるから、まあ、とりあえず一回行くじゃん。さっきのやつだなそいつ。あ、いたいたいた。おじいちゃんのやつ抜いて自分のスマホの充電したやつ。そいつはね、いないんだよ。いないじゃん。いるんだよ。どっちだよ。いるんだよ。どっち。炎上が結果的にネタになるやつと NSC っても全然ダメなやつはいるけど、こりゃダメだっつって気絶するやつと、スマホの充電しちゃうやつはいねえんだよ。一回落ち着いてみたらどう？おめえのせいでこうなってんだよ。怖いから普通に。おい、一回落ち着こうよ。なんでだよ。じゃあさ、もう炎上してくれないムロがさ。はぁ、一番分かりやすいですよね、そしたら。あだよ。なんでだよ。そんなことしたらお前事務所クビになんだろうがよ。え、じゃあ一回炎上してるじゃん。してねえわ。え、なんでだよ。だってあなた松竹辞めてますよね。それ炎上で辞めてねえんだよ。松竹辞めてる。え、でもさ、室賀さん松竹何年いたの？
いや、4年半いましたけど。4年半もさ、一緒に頑張ってさ、お世話してもらってさ、頑張ろうね、一緒に売れようねって人をさ、急に自分の都合で裏切ってさ、辞める人って絶対頭おかしいからいないんですよね。ということはあなた、炎上してクビになってるよね。自分勝手に辞めたんですよ。何？ちょうどみんな辞めてたから、ダッチグブーム言ってましたから。なんでこんなこと言わなきゃいけないんですか。あなたが落ち着いてないからじゃない。おめえのせいでこうなってんだよ。おめえのせいでこんな喋っちゃってんだよ。何殴ってんの。もうやめな、本当に。でも分かったわ、室賀さんのおかげで炎上ってどういうもんか。2年前のあなたね。だからそれでやめてねえんだっつうんだよ。2年前にスマホ見せて。だからやめましたとしか書いてねえよ、その時は。そうだな。じゃあ分かった。何が。お前 SNS やれ。は？そしたら炎上が何かすぐ分かるから。いやでもなんかその炎上ってもん怖そうだからやだ。ビビってんじゃねえかよ、もうした。